こんにちは、みーちゃんです。ゴーストオブツシマをやっていきます。この石碑は誰を祀ったものだ？息の言うあるものさ。幾とせも前、対馬の鬼の化身、長尾忠頼に殺されたものらだ。鬼だと？違う。忠頼公は浅間浦をお守りなされた。海賊から。寝言は寝てから言いやがれ。よくも島の勇士を恥ずかしめたな。悪心はなかった。ここに眠る死者を恥ずかしめることだけはするなよ。ちょっとびっくりしたね。バトルにはならないけど、ジンさんやっぱり嫌われてるのかな。頑張ってるのに。進め。分と書状ゲット。25分の6って少ないな。もうないかな。大丈夫だと思う。で、今度はここね。鳥さんいなくなったよね。もらえるものはもらったと思う。あれかな？なんか修行っぽいのがあるね。じゃないのかな？やっぱそうだね。蛍光体です。最後かもしれない。最後は何？最後だけ罰ね。待って、早く押さないと。押しにくいな。ちょっと両手使いますね。両手を使えば簡単でした。あ、あと一箇所ありました。見つけてから大高さんのところに行かないと。お月見大事だよ。で、また見てみる。これか。ここに行ったかと思ったら違っていました。ちょっと待って。なんかこのね、なびいてるのもすごい好きです。下げる。よし。明るい時間帯で猿岩には行きたいけどね。どうだろうな。どのあたり？もうちょっとだね。ここからがある。どこだ？何なんだろう。ちょっと行ってくるね。と、おう、痛い。これ？いけそうだね。何かある。待って、ジャンプ。しまった。そんな。待って、ジャンプ。え、よし。あ、びっくりした。絶対に崩れるのか。何かあるよ。謎解き読む。岩尾かな。岩尾は時を知らされば、いかで巨像の知るべきか。倒さば魂を、なんとか来ると、角、備えたる、五冠無理者は、霧より弟子、くろうとぞ。意味わかんない。どういう意味だ？多分ね、謎解きなんです。ちょっと待ってね。なくなってしまった。剣刺さってるね。
切れる？切れないか。クロート？なんだ？ちょっと待ってね。どれかな？わかんない。どれなんだろう。余興じゃないもんね。これも違う。これか。これね。魂？装備を変えないといけないのかな。角が生えてる装備をするのかな。待ってね、変えてみよう。でっかい角。取れた？これ？待って。あと、クロートの兜とかある？もう1個あるよね。クロート。鉢巻きはある。ないね。これかな。帰った後に何かをしないといけないですよね。これがめっちゃ怪しい。なんだ？角ってこれじゃないの？気になるな。どれでしたっけ？魂。難しいなこれ。時を知らざれば、いかで巨像の知るべきか、倒さば魂をなんとか来る。倒すってこと？登れるもんね。見えない。装備がダメ？装備かな。クロートの鎧にしてみる？なかった。坂池かな。これも変える？これっぽいな。ならない？なれー！なれないか？謎解きしたいのに。抜けそうですよね、この剣も。角生えてますよね。悔しいな。待って。これ見た方が早いね。未完了になってるんですよね。倒す。何をやっつけるんだろう。なんか怪しいのあるかな。わからないよね。気になる。悔しいな。煙玉を使って煙を出そうかなとか思ったけど、絶対そうじゃないのね。あ、人の上に立てる。これ使ってみる？関係ないよね。もう一回やってみる。
何回でもできる？ダメか、違うか。わからない。最後にもう一回見ておくね。どういう意味なのか。以下で巨像の知るべきか。倒せないよね、こんな像。悔しいな。まあいいか、ちょっとこれ後回しにしよう。次のところに行きますね。右京草もやりたいけど、ここに行ってみたいから、ここに移動する。猿の霊地。装備どうしよう、変えた方がいいかな。これに変えの。これはいらないかな。よし。で、待って。そもそもここに行けるのか。わからないけど行ってみよう。ちょっともやっとしますよね。さっきみたいなの解けなかったら。悔しいな。頭が冴えてる時にあったら多分ね、わかると思うけど。今回は無理です。諦めも肝心ですよね。待って、来いよ。よし。さあ、どこかな？あれかな？煙上がってますよね。ちょっと見てみる。やっぱりまっすぐ行ったところか。もしくはあれなのかな？あれが猿岩なのかな？泳ぐ？行くね。猿岩っぽいな。見る角度からはね、猿岩に見えなかったりするんです。場所的に合ってるのかわからないし、でも行ってみたい。誰かいそうだよね、この島も。離島のさらに離島に住んでて、船に乗って離島に来て学校に通うって大変ですよね。でも私の同級生とかにはそういう人いなかったからな。もしかしたら後輩とかにはいたかもしれないけど。ハテナって書いてある。じゃん。うん。さあ、何かあるかな。綺麗なところだね。バトルしてる？あ、待って。襲われてない？ちょっと待って。ここへ。よし、行くぞ。そんな、ちょっと待って。行こうとしたのに、乗ってから行こうね。誰もいなくない？百姓？この人？稽古タイムあったよ。すまねえ、ゆうべひどく寒くて、だから竹を燃やしちまった。案ずるな、暖を取れたのだな。竹を持ってるなら台に備えてくれて構わねえ。さっきの人はこの人なのかな。補充する。あ、で、竹を切る。集中ね。一周しましたよ、ボタン。待って。トン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 。ダメだった。よし、オッケー。
じゃない？あ、バトルしてない時に最大2位まで自動回復するようになりました。ありがとうございます。またまたもやっとするな。百姓が死んだ、ドーンってなったけど、もういいのかな。会話は？あ、まだ話せるよ。元より人は寄らないが、これほどの腕は初めてだ。確かに偏僻な地だ。なぜここに？あんたも感じたはず。心が静まっただろう。オッケー。じゃあ行くね。大丈夫かな？もうこの人たちに襲われないかな？稽古隊しかないのかな？まだなんかありそうじゃない？温泉とか。ベイチとかもありそうだけどね。猫ちゃん？ホマリの石か。ジョイーンっていうやつね。猿が好むほど貴重な鞘とはな。欲しいのか？または笛を聞きたいか？キャーって言ってる。捕らえる？あれ？来たのに。これか。笛吹いたらもらえるの？暗いな。明るい時に見たいのに。カモン。ホタルも綺麗だよね。よし。めっちゃ伸びてる。かたじけない。お前に代わって役に立てよう。ゲットしました。猿じゃなくって猫神です。セット。かたじけない。くらいかな。だいたい見ましたよね。百姓はもう襲われてない？大丈夫そうだね。さてと、そしたら今度はここに行こうかな。だからどこに行こう。ひとまずここに向かいますね。で、その後にターゲットをここに当てる。ハテナを埋めながらね。大丈夫大丈夫、そんな遠くないよ。で、誰かいますよ。敵さんかな。敵さんだった。どうしようかな。突進したいから突進するね。よし。あ、待って、間違えた。間違えてしまった。なんてこったい。待って、あ、押しちゃった。ごめんなさい。樹脂ね。オッケー、出しよう。出さないと。よし。すまぬ、倒してしもうた。びっくりした。かわいそうに。待たせてしまったな。危うく死ぬところだったよ。命の恩人だよ。安全なところへ。抜かるでないぞ。びっくりするよね。バッて見たらもう生首みたいな状態で、かわいそうに。もうこの拠点かな。ちょっと待ってね。4分の6じゃない、6分の4だから、
多分そうだと思う。頑張るよ。でもいっぱいある。じゃなかった、弓の修練場でした。じゃあやっていこうかな。待って、よし、当たってない。なんで、よし、難しい。なんで、ちょっと、ダメだ、難しいよ、バカ野郎。ちょっともう一回ね、最初にあの遠いところをやってみよう。ダメだ、行かないぞ。もっと高く、よし、どう落着する。オッケー、その調子で励み。難しい。どうやってこんなの7秒であるの。装備とかもろもろ変えないとですよね。まあでもいいか、クリアしたから大丈夫、満足です。で、猿岩のところに行きたいからターゲット当てますね。ちょっと長い道のりになるけど、ところどころ何かあるような気もする。でも待って、なんでこんな土砂降りなの。せっかく息のあの名地、名産地じゃなくって、なんだろうな、パワースポットでもなくって、とにかく行きたいのに。息といったら猿岩なんですよ。だって私もたまにね、息に帰省するんですけど、そのたんびに猿岩とか見に行くし。あ、あれだね、待って、誰かいる。よし、話せる。その目、話せないね。どうしよう、どこから取ろうかな。ベストスポットがあるんです。でも実際の猿用の場所はこんな風じゃないけどね。ちょっとしたお店もあったり、自動販売機とかもあったり、案内所みたいなのがあります。よ、待って、高いところ、待って、なんで、ちょっと、やだ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 、ちょっと、ごめんなさい、最悪だ。や、来た。己さえ死ねば、すいません、皆が幸福になる。己はいずれ狂い死ぬ定めだ。死なないよ。何が起きておる。ジンさんごめん、私が悪いんです。落ちたからね。綺麗だな。待って、どうしよう、これじゃない。でもちょっとちっちゃいね、もっと大きいのに。角度的にもうちょっとこっちかな。あの辺から撮るのが良さそうだね。あ、あるね。切れません。ここから先罪人として追われることになるぞ。これあれじゃん、最後のところじゃん。承知の上。でも私はあの時の選択は間違ったとは思ってないです。後悔すると思うもん。温泉かな。
入れる？あ、やっぱりそうだ。お猿さんもいっぱいいるよ。どれだろう、あれかな。と、これじゃなかった。どこに行ったらいい？あ、あれかな。愛らしいな。何、びっくりした。休む、これか。思うこと。大鷹にしようかな。大鷹はハーンとは異なる気立てだ。毒を飲まされた時あやつもすすっておった。